はい、どうもみなさん、こんにちは。えー、っとですね。あのー、まあ、遅ればせながらと言いますか、R1 グランプリを、ええー、この前の土曜日、まあ、土曜日僕の安息日、えーまあま、その日に、こう映画を見たり、テレビを見たり、一日読書したりするんですけど、えー、なんかこう、見たい映画結構、 見て、<laughs> なんていうのあの、ドライブマイカーとかね。なんか見たかった映画結構ダダダダって結構見れたんで、あ、じゃあテレビでも見るかな、なんつって。で、結構、こう、取りためたやつがあるから。で、まあ僕に与えられた時間っていうのは、その妻が、その子供たちをね、実家に連れてって行ってる、うーん、と、まあ、 この前の土曜日で言うと、えー、っと、昼から3時4時ぐらいまで、だから3、4時間ぐらいな。で、まあその、それがまあ僕のこうチャンスタイムなんで、まあそこで、こう、リビングのテレビなんてもう、僕らが見たい番組というか、大人の番組なんて映ってることないんで、子供がね、子供の場所だから、うんと、だから、じゃあそこで見るかと。 3、4時間。で、じゃあまあ一番やっぱ見なきゃいけないのは R1。そしてあのザ・ The、W っていうのも撮ってたんだけど、見れてなくて、えー、っと、両方見ました。両方見ました。で、まあまず R1 から行くと、なんか、僕はすごく良かったっすよね。で、なんで見たくなったかっていうと、やっぱ僕あの、 ラジオリスナーなんで、テレビ本当に1分も見ないんだけど、ほとんどね。あの、普段ね。えっと、ラジオはすげえ聞くから、えっと、あの、去年ぐらいから、あれ聞いてんですよね、あの、マジカルラブリーのオールナイト日本ゼロがかなり面白くて、で、聞いてて。 で、あの、野田クリスタルさんが R1 の審査員をしてるんですよね。それも僕知らなかったんだけど、だって、彼ってなんか、そもそも R1 で優勝したのって2年前とかじゃないなんかそんな昔じゃないですよね。だから、らもうすでに審査員になってるんだななんつって。で、その、野田さんが、えっと、ラジオで、いや、R1 すごかったわ、みたいな。で、やっぱ今年のね、R1 は、 もうほぼ完璧だったみたいなことを言ってて。で、まあ、あの、去年は僕全然見れんかったんですよ。その R1。で、最後に R1 を見たのは、それこそ野田さんが優勝した回ぐらいで。だからユリアンが優勝した回も見てなくてさ。で、あれも粗品が優勝した回も見てないんですよね。どんなネタやったかすらも知らないみたいな感じなんで。で、 あのー、本当に、だから3年ぶりぐらいに R1 グランプリ見てね。でもなんか R1 グランプリってなんかこう、ちょっと、その別に劣化版 M1 グランプリでもないわけで、あれはあれで一つのものとして僕ありだなと思ってて、っていうのはやっぱ、なんといっても R1 グランプリはもう今日本で一番面白い、ハリウッドザコ師匠というもうお笑いモンスターをですね、生んだ大会ですから、やっぱ、 すげえなと思うんですよね。もうそれだけでも R1 グランプリってもう、なんていうの、やった価値があるっていうか、もうザコシが出ただけでも、ね、なんか、あの人もう最、無敵じゃないですか。なんか、その、それこそ、その、無双してた頃のさ、その、総合格闘技のヒョードルじゃないですけど、もう、誰も倒せない感じっていうか、すごいんだよな、あの人の、その、お笑いの字型の強さっていうか。 ちょっと、あの、ザコシの話をしすぎましたけど。で、僕はその、ザジーが、なんか、最近の R1 で頑張ってるみたいな、準優勝。ね、なんか2年連続準優勝ってあるのかなわかんないけど、なんかそんなんなんですよね、なんかね。で、すごい、あ、なんか、あ、ザジー。 来たなと。で、ザジーは僕は、なんか、なんだったかな、なんか、うっちゃんのネタ番組かなんかで出てたかんか、有田のお話番組かなんか、その頃から割となんかザジーっているなと思ってて。で、僕なんと言っても、あの、探偵ナイトスクープでね、すごいね、いい回があったんですよ。なんか、その、えー、何歳ぐらいなんだ、あれ。ほんと、小1とか、6歳とか7歳とかの子供が、もうザジーに憧れてる。 うちの子はザジーに憧れてて、もう z に、将来ザジーになりたいんだ、みたいな。で、えっと、その z a のそのフリップネタをこう真似したようなネタを自分で書いてるんですよ。で、なんかフリップめくってって、めくってめくってめくって、なんそれみたいなのを、うん、そのザジーに僕は憧れてるからってって、それもなんかその iPad とかで、あの、絵を描いて作ってるんですよ。 で、その子が、なんだかな、だから、近所の子供たちを呼んで、そのザジーお笑いライブをするっですってね <laughs> で。で、自分でそのザジーの格好みたいなのを作っててさ。で、その探偵ナイトスクープの回で、探偵さん誰だったかな忘れちゃったな。石田さんだったかな忘れちゃったんだけど、えっと、それで、 なんか、まあまあもう、余裕で本人登場じゃないですか。なんかもう、<laughs> ブッキングしやすすぎるっていうかさ、それで、余裕で本人登場したのよ。それじゃもうその子も本当に感動で、ね、もう、もうちょっと見てる側もう,うるっとくるぐらいの、で、お母さんも泣いて。で、ザジーが、その、あの、自分が履いてたホットパンツね。あれをピンクのホットパンツをその子にあげて、ほかほかの。 <laughs> かあれ、あれもらって嬉しい人って多分、あんまり日本にいないと思うんですけど、その子も本当感動して、ね。だから、ビーズの稲葉さんのホットパンツをもらったテンションで喜ぶんですよ、その子がね。<laughs> なんか、すげえ、ちょっといい回で、その探偵のやつ作るがだから、そのザジー頑張ってんだなっていうのは、なんか耳に僕は聞こえてたから、ああ、なんか見たいなと思って、あれは見た。で、結果、めちゃくちゃ僕面白くって、 やっぱなんだろうな。やっぱ特に、あれが面白かった。あの、な3組って、その、吉住はやっぱ面白いですね。あの人ね。ザ・ザ・ W 優勝したのか。吉住さんのあの感じっていうのは、僕めちゃくちゃ好きですね。だから、なんだろうな。あのジャンルって、 まあその友近とか、まあ自分は氷居芸って言ってるから、氷依といえば友近だし、友近はもう最強なんだけど、なんていうのかな、なんかこう、柳原かな子さんとか、それなんか、そういう女性のこういう人いるよね、あるあるみたいな路線と思いきや、なんかもう一段深いことをやってる感じで、 なんか、吉住さん、すごいなと思いました。そして、えっと、あと一つは、ザジーも面白かったです。なんか、ザジーあんなことになってんですね、今ね。うん、<laughs> なんか、その、霜降りの聖夜がさ、<laughs> 課金しまくってんなって言ってたけど <laughs>、本当に言い得て妙で <laughs>、なんか、最終形態みたいになってて <laughs>、な,なんか、あれは、なんか、あの、あの方向で、なんか、やりき なんか、なんか、ほんと、一時期の小林幸子みたいなも、もっと課金してさ、そしたらもうなんか、それでも人笑いあってのネタがちゃんとしてるっていう、なんか、やっぱ二枚刃の笑いになってるから、面白かったっすね。ザジー面白かった。で、やっぱり、その、お見送り芸人新一さんっていう、ね、あの、グレープカンパニー、大泉学園に事務所があるという、まあ、あの、 かの、サンドイッチマンを生んだ事務所ですよ。だからサンドイッチ、サンドの後輩ね、<laughs> のお見送り芸人しんいちさんが優勝したんだけど、もうあの、やっぱ、ま、僕も視聴者として一番笑ったのは、やっぱお見送り芸人しんいちさんで、あれはやっぱ、面白いですね。なんだろうな。だからなんか、その、雨宮が出てきた時の感じっていうか、めちゃくちゃ歌うまくて、 そしてその歌詞の内容がちゃんと面白くて。で、まあ、雨宮とか冷やし中華始めましたとかめちゃくちゃ面白いんだけど、やっぱあの手の歌ネタっていうのは、なんだろうな。あれってその、要は、なんとかな人好きとか、なんとかな人応援したいみたいなので、そのなんとかな人っていうのを、もうめちゃくちゃ意地悪な目線で世の中を見てるっていう構造になって、 だからその歌の歌い方とか曲調とかはピュアなんですよね。純粋に応援したいんだって言ってるんだけどもう歌詞の内容はもう意地悪でしかないっていうだからその星いも言ってたけどなんかその歌がうまければうまいほど腹立つって言っててだからそのあれもすごいっすよねなんかこううんだからめちゃくちゃ甘くてめちゃくちゃ辛い食べ物じゃないですけどなんかそういう味わいで。 がもう、大好きだったかな。なんだろうな。面白かったな。なんか笑いましたよ。なんか MacBook Pro 持って、スタバにいるのに企画書通らないテレビマン。<laughs> 僕は応援したいんだとか <laughs>。なんか絶対馬鹿にしてるやんっていう <laughs>。もう、あれは、で、なんかさ、その後でさ、僕そのネットニュースで読んだんだけど、なんかあれらしいですね。その、 お見送り芸人新一が優勝したことで、僕分かんないですよ。分かんないですけど、そのどこまで本当でどこまでネタか分かんないけど、それでなんか、その人を傷つけない笑い、市場主義者みたいな人がいるんですって、今の日本には。<laughs> それはやっぱりそのペコパの流れみたいなのがあって、あとはそのサンドイッチマンが人気あるとか、 うっちゃんが人気あるとか、まあそういうのって時代の気分として、その世の中ギスギスしてるから、その人をね、傷つけない笑いが素晴らしいのだみたいな、あの、そういう層っていうのがどうやらいるらしいんですよ。で、えっと、そういう人たちが、そのお見送り芸人しんいちさんのそのネタってやっぱ、まあ、 人を傷つける笑いって言うとおかしいんだけど、まあその意地悪なネタだから、それをすごく怒ってるっていうか、ね。いや、ザジーは人を傷つけないのに、をね、その新一さんを、新一はうんと人を傷つける、人をバカにするような笑い、あんな笑いが評価されるのは嫌だみたいなこと言ってるっていうのを僕はネットニュースで読んで、で、それをなんか、伊集院さんもラジオで話してて、で、なんか、 すげえなと思ったんですよね <laughs>。で、なんか、わかんないけど、その人を傷つけない笑い至上主義者の人っていうのが、僕本当わかんないんだけど、そのね、だから人を馬鹿にして笑いを取るみたいなことっていうのは、わかんないけどその、 テレビでどれぐらいやられてるのかわかんないんだけど、そしてそれは何をもってそう、そう、そのバカにしてるとするのか。例えばさ、その、アンガールズの田中さんが、その、えー、っと、ね、扇風機に吹かれて、で、こう、おでこが、ね、<laughs> おでこが見えて、で、よだれが垂れて、で、えー、っと、進撃の巨人みたいになってて、 面白い。あれ、人を傷つける笑いになっちゃうのかなだけどさ、もう、アンガールズ田中さんは、それをやればやるほど、自分はお笑い芸人として、俺は生きてるって思うわけで。だからその、人を傷つけない笑いって、その、アンガールズ田中さんの方を、その、追い詰めちゃってて、その、人を傷つけない笑い、至上主義者って。だからなんか、すごいねじれた構図になって、 てるなぁとはだからなんかそのうんなんかその感じっていうのがなんかいや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 あのあなたたちの方が世の中を息苦しくしてませんかみたいなのもちょっと思うわけ。でいてそのえっとあなたたちがすごく応援してるペコパにせよサンドイッチマンにせよ <laughs> ね、あの、ま、むちゃんとかを入れてもいいのかもわかんないんだけど、わかんない。そういう人を傷つけない笑いいいよねって言ってる人たちが応援してるペコッパとかサンドイッチマンとかって、その人を傷つけるというか人をいじる笑いなんてやってきた人たちなの。で、本当にいろいろやってた結果、いや、ここは結構誰もやってないなっていうとこを、に行った結果、たまたま、 人を傷つけない笑いになっただけなんで、なんていうのかな。あなたたちに受けたくてやってるわけじゃないんだよっていうのも多分あってさ。だから多分その、ぺこぱ自身、あるいはサンドウィッチマン自身が、その人を傷つける笑い、人を傷つけない笑い、市場主義みたいなものに、むしろ追い詰められてるんじゃないのっていうのは、なんか構図として僕は思ってて。で、笑いって、その、ある種、 僕はその、なんていうの、人を、例えばなんか、それが、そのテレビというカメラが回ってないセッティングの中で、人をバカにして笑うなんていうのは最低な行為だと思います。はい。やめましょう。今すぐ <laughs>。今すぐやめましょう。それはね。クラスで太ってるやつに太ってる。あーはーはー。これもう最低です。はい。ルッキズムだし、人をバカにしてるし、ダメです。傷つきますから。だけど、だけどよ。だけどよ。 あのー、さ、ね、タイムマシン3号の、ね、関さんだったっけえー、っと、あの人が太ってる、あはは、これ最低だねって言ったらもうあの人商売上がったりなわけ。<laughs> ってわかる。あの人、太ってるってことで、秋元康の真似をしとかして、笑いを取ってるんだから。だからその辺、なんでその世の中を、 世界って二重になってるってことがわからない感じっていうか、なんかその、ドラマの殺人事件を本当に起こり出す人みたいになっちゃってる感じが僕はして、うーん、なんだからー、みたいのはちょっと、思ったよね。だからまあ、僕はすごく、えー、っと、良かったです。で、あとは、その、やっぱ、えー、っとね、あれなんですよ。 えっと、野田さんが言ってたのが、やっぱバカリズムさんが今回、えっと、ね、R1 の審査をやっと受けたんですって。なんかずっとオファーしてたんだけど断り続けてて。で、今回やっぱバカリが入ったことで、なんかその大会の格が上がったみたいなことを野田さん言ってて。本当にもうそのおっしゃる通りで。えっと、やっぱバカリズムって本当にこう、ピン芸人の、なんていうのかな。 歴史を変えた人だと僕は思ってて、ほんとすごいんで、そう,そうそうそう、もうセンスだけで、もうなんか侍のように笑いを取りまくって、世間に実力を認めさせ続けて今の位置に行ったっていう。まあそういう意味では劇団ひとりさんがあそこにいないのは多分不自然で、多分彼も断り続けてるんだと思うんですよね。 だからまあばかりが受けたからもしかしたら近年中に劇団1人とかが入ってくるとさらに r 1はレベル高くなっていくんじゃないやっぱその審査員のレベルに結構大会のレベルっていうのは比例するところがあるから何か面白かったなっていうのはあります。はい、で「t h w に関しては僕あのこれもちょっと時間ないからあれだけどそのあの以前僕「藁削り」っていう NHK のもう神番組だと思っててあれ見て。 でっ,ってね。で、あれって、要はその、その、テラスハウスシステムじゃないけど、その、毎週誰かが、その、いなくなっていくっていうか、落ちていくんですよ。で、そういうサバイバル合宿システムで、で、ちょっとなんか、恋模様みたいなのも少しだけあったりとかして、それこそその、ね、えっと、あのー、 ええマストのカノちゃんとかがなんかモテてたりとかして。で、えっと、それでそこにいたのは花子もいたし、えっと、今回お、お、 ね、ザ・ダブリを、えー、優勝した小田上田もいたし、エーマッソもいたんですよ、そこに。で、やっぱこの3組やっぱ続けて面白かったんですよね。だからやっぱその、この子たちが認められる時代が来たんだなっていうのもすごく感慨深かったし、だから今回のザ・ダブリって3組残ったうちの2組がわら削り出身だ,かだったから、なんかわわら削りのあの、この、 大舞台で藁削りをしてる感じっていうのが、すごく僕はちょっと感動し、しました。うん。で、やっぱあの番組は本当にこう、とにかくその講師陣がすごくて、秋山さんとか、ロバート秋山とか、サンドダテツさんとかが、ロバート秋山だったらコントの講義をするんですよ。ね。30分とかの。で、 そのコントってこうでっていうロジックを芸人が裏を明かしてんですよね。もうそれが見れるのが僕はもう構造フェチとしてはもうたまんなく面白くて。あの番組またなんか、もしあれをね、わら削るネットフリックスでやるっつったらもうちょっと入会しちゃいそうなぐらい好きだったから。まあなんかあれでしたね。 ということで、えーっと、聖書研究いきますと、えー、死の心を自分の心とするということで、えー、っとですね、第二列王記の五、えー、章の二十四節です。えー、っとですね、こういう箇所なんですね。えー、下葉は丘に着くと、それを二人の者から受け取って家の中にしまい込み、彼らを帰らせたので、彼らは去っていた。 っていうまあ、こういうい箇所がございますでこれね,ねエリシャの付き人なんですよゲハジっていう人は。でこの第二列王期の御所って、まあ、あのすごく有名な箇所で何が有名かというとあのナーマン将軍の癒しっていうのが書かれてる。でヨルダン川で7回水をひね,ね身を浸すとそのナーマンの皮膚病が 重いい皮膚病が癒されたっていう箇所で、まあ、ナーマン将軍の癒しっていうのはなんかこうよくその聖書神芝居とかにもよく出てくるしすごく有名な箇所そしてその神学的にもめちゃくちゃ重要であれはだから異邦人であるナーマンに神の恵みが及んだっていう意味でめちゃくちゃ重要な宣教の神っていうのを表すっていうのが、まあ、クリストファー・ライトっていう神学者も言ってるんだけどすごい重要なんですよでそのナーマン将軍の癒しの 後のアフターストーリーみたいなのがおまけがあってそれが何かっていうとそのエリシャはねそのナーマンにこの,このナーマンの癒しのポイントってやっぱあれだと思うんですよその違法人っていうのもあるしもう一つはそのナーマンがねなんかそのどういう話かっていうとそのナーマン諸グっていうのはその違法人でありえっとイスラエルの まあ、ある種のこう敵国というか、あの、その将軍だったから、それで、イスラエルになんか預言者がいるらしいから、ちょっと僕のね、病気なんとかしてくんないっていうのを、を、イスラエルの、 <laughs> 王に手紙を書くんですよ。そうすると王はもうビビっちゃうんですよ。これに因縁をつけられて、うちはもうぶっ殺されるんじゃないかみたいに思っちゃって、王様が被害妄想にかられて、やばいやばいやばいっ,つっパニックになっちゃうんですよ、王様が。で、エリシャならなんとかできるかもしれないですね。つって、エリシャに行ったら、エリシャは、えー、っと、えー、ナーマンと直接交渉して、あの、ヨルダン川で7回身を引き出しなさいっていう。そしたら、ナーマンは、 怒っちゃうんですよでそれは何かっていうと「いやそんな簡単なことかいなめてんのか?」ってなっちゃうんですよ。だけどエリシャはそこでそんなことは分かっててやっぱすごいのはえっとじゃあ私がもっと大げさなことをあなたにするように言ったらそれはありがたいっつって受けたんですかでこの簡単なことだからこそあの神の栄光が現れるんですよっていうことなの。ででこれで なのでそのなんかすごいアクロバティックな儀式とかをしてやったらそのエリシャがすごいみたいになっちゃうじゃないですかでも7回水に浸すという簡単なことを命じただけそしてええー、っとナーマンそれをやっただけそしてそれが癒されたってなると本当に神様がすごいんだってことになるっていうのをエリシャは強調するんです。 その後のアフターストーリーとして、ナーマンは、ま、権力者ですから、まあ、これはちょっとお礼をせなあかんということで、まあ、ものすごいですね、あの、謝謝礼をですね、まあ、申し出るんですよ。エリシャにちょっと受け取ってくんないかっつって。えー、それで、それをエリシャは、ま、拒むわけですね。で、じゃあこれなんで拒んだかっていうのは、聖書は詳しく論じてないんですよ。それは、ま、16節には、神の人は言った、私が使えてる主は生きておられます。私は決して、 受け取りませんでナーマンは受け取らせようとしてしきり,りに進めたが神の人は断ったということであのー、でその後にえっとナーマンはあれなんですよその自分がこれまでその偶像礼拝をしていたけれども本当に神え、ね、ヤーウェなる神の え力を知っちゃったからもうこれから偶像を崇拝する時にはこのイスラエルのね土の上ですることで偶像には膝をかがめてないんだよということつまり誠の神を拝むということをこれから私していきたいということを言う。でそれでエリシャはすごい満足してああよかったと。 ね、あなたを神が癒した。癒し甲斐があったじゃないですけど、ね、癒した甲斐があったということで満足してエリシャは帰っていくと。ね。で、ここでアフターストーリーがあって、ね、エリシャの付き人のゲハジがですね、その後に、あのー、その天末を聞いて怒るんですよ。なんだとと。ものすごいシャレだった。 たんじゃないかそれは師匠はそれを断ったというのかみたいなことで怒っちゃってナーマンを追いかけるんですよでゲハジがナーマン将軍って言ってあの偽証してまでそのまあ謝礼を受け取っちゃうんですよねそう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 でつまりいやエリシャ先生からちょっとさっき聞いたんですけどなんか一回は断った んだけどやっぱもらっとくって言いたかったっていうのをちょっと聞きましてって言ったら、なあまあそれやっぱ謝礼はしたいわけだから、あじゃあどう,どうぞどうぞって言ってゲハジに、あの、エリシャ先生に渡してくださいみたいなことで謝礼を渡します。そして、えっ、ー、とゲハジは何したかっていうと、それをエリシャの元に持っていくんじゃなくて自分の家に隠して蓄財した後で、 エリシャのもとに現れたんですよ。で、まあ、エリシャは預言者ですから、まあ、神様から告げられたんでしょうか。まあ、それを見通していったわけですね。そして、えー、その後、ゲハジは、サラートに侵されたんですよ。そう,そうそうそう。だから、その、すごいですよね。あのー、 ナーマンってサラートだったわけだから、ある種この話ってナーマンのサラートがゲハジに移ったみたいな話でもあって、あの、すごいんだよね。それで、えっと、だから一人のサラートの人の話で始まり、一人、もう一人のサラートの人の話で終わるんですよ。で、ナーマンはサラートでなくなり、ゲハジはサラートになるっていう、そういう話としても綺麗だったりするんだけど、えっと、 なんかこの話をね読んでるとそのえっとゲハジとエリシャの関係っていうのがその師弟関係なんだけどエリシャとエリアの関係のようではなかったんだなっていうことがやっぱ悲しいストーリーとして浮かび上がってくるんですね。で多分表面的には同じだったと思うんですよ。つまりそのゲハジとエリシャもエリシャとエリアも2組とも、えー、預言者の人 徒弟関係にあるわけですねでゲハジはエリシャのそしてエリシャはエリアの奇跡を行う力とか預言者としての活動に魅了されてたわけですね。だけどじゃあこの2人の違いつまりエリシャとゲハジ何が違ったかというとこれはまああのー、ここからは僕の類推であり、まあ、聖書から読み取れるんじゃないかと思う部分なんだけどこれ2人の違いってねその師,師匠の「 表面的な能力だけではなくて師匠の心を自分のものにしたいという願いを持っていたか否かこれじゃないかなと思うんですよね。でその師匠の心とは何かというとまさにエリアが 持っていたものであり、エリシャが持っていたもの。それは何かというと、神の心を自分の心とするという、まさにこれって預言者の基本の木なんですよね、多分ね。それをゲハジは多分学ぼうとしなかったというか、学ぶことに失敗して、師匠のその奇跡を行う力だったりとか、 予言する力だったりとかそういったものに魅了されてそういう表面的な能力だけを自分に獲得しようとして師匠がじゃあ何を求めたのかというところまでを学ぶことができなかったんじゃないかなと思うんですよね。であのこのこれ5章なんだけど1章戻って4章の記事でも実はこれねエリシャを接待した裕福な女性の息子が死んだっていうねえく、ー、だりがあって。 わけですよでそこの記事でもなんとその泣きながら懇願する女性をゲハジは追い払おうとしてるんですよちょっとエリシャ先生は今忙しいんでみたいなことででえっとこれね4章ではじゃあその何が表されてるかというとこれなんか実際単語として出てきたかどうかわかんないんだけどあの <laughs> 聖書の中で、特にその、ギリシャ語の聖書ね。あの、旧約聖書のギリシャ語の聖書は、72約聖書っていうのがあるんだけど、そこで使われている言葉の中ですごい重要なギリシャ語があって、それが、えっと、スプラングゾニマイっていう言葉なんですよ。動詞なんですよ。これ、えっと、直訳すると、あの、腹渡するっていう、 ふうになるんですってだから、えっと、超っていう、あの、超の動詞形なんですよ。で、えっと、訳すときには、腹綿がちぎれるほど、憐れむ。だから、単に、その、私はあなたを憐れむというふうに、日本語で訳されている、えー、旧約聖書の箇所とかって、スプラングゾン2枚だったりするんですよ。72役のギリシャ語の聖書だったりすると。えー それって、つまり、どれぐらい憐れんでるかというと、これ、まあ、一番有名なのは、あれですよ、あの、えっと、なんだっけ。あのね、サマリア人の例えの、えっと、見てかわいそうに思いっていうところ。そうそうそう,そう。だから、サマリア人が、強盗に襲われた人を見て、かわいそうに思いって書いてるじゃないですか。あれがスプラングゾミナルで、つまり、えっと、腹たがちぎれるほど、同情したってことなんですよ。 でえっとその女性の嘆きに共感したエリシャそしてまあエリアも同じようなことをしているそれって腹たがちぎれる思いをする神の心と自分の心が一つになってたから彼らはその息子を生き返らせたんですねでもゲハジはその思いが分かってなかったから追い返そうとしたそしてえっとナーマンの場合は 神の心って何かっていうと、アブラハム契約によって示された神の祝福が違法人にも及ぶっていう神の心なんですよ。で、これも、ゲハジって理解してないからこそ、報酬を受け取りに行こうとするんですよ。報酬受け取っちゃったら、それって商売であって、恵みじゃなくなっちゃうじゃないですか。かこれを嫌ったから、エリシャは多分、その報酬を誇示したんだと思うんですよね。だから、ゲハジって、その神の思い、腹渡がちぎれるとか、 違法人に祝福をもたらすとかっていう神の心を受け取ってないんですね。で、えっと、エリシャはじゃあこれらをゲハジに教えようとしなかったのかというと、僕はきっとそんなことはないと思うんですよ。教えようとしたと思うんですよ。で、それってなんでわかるかというと、例えばイエスと弟子の関係を見ればわかるんですよ。イエスは神の心を弟子たちに教えようとするんだけど、 でも、福音書を読むとね、弟子たちはずっと誤解し続けてるの。もうイエスがこれからエルサルムに行って十字架にかかるぞという前夜に、えー、か前日とかに彼らは、えっ、ー、と、あなたが王様になった時に私が右大臣。 そして、弟が左大臣になるようにしてくださいみたいなことを言ってるわけ。だから全然その真意を理解できてないの、弟子たちって。でもで、彼らが、弟子たちが、じゃあいつ神の真意を理解したかというと、精霊の助けですよ。だからその、ペンテコスケっての後なんですよ。だからやっぱ神の働きと精霊の助けなしに、神の心って理解できないんですよね。だからそのエリシャはえ教えようとしたんだけど、ゲハジが、 のうちにに働く精霊によって原味がが変えられることがなかったったたていいいう風に解釈した方がいいのかなと思いますであのー、これね東洋の言い回しにこれまあ中国だったと思うんだけどあの死のようになることを願うのではなく死の願うことを願うっていう言葉があるんですよ死のようになることを願うのではなく死の願うことを願う死の求めたものを求めるってことです ね、でこれって師匠の真似をするんじゃなくて師,が師匠が何を求めたかっていうことを知りそして師匠が求めたものを求めるってことでそうすると実はその表現形は違うものになるかもしれないですよね時代が違えば同じものを求めた時に時代が違った時に違う実践をしなきゃいけないかもしれないからでえっとこれってすごい大事な考え方で1個抽象度を上げて師匠がやっ 言ってることを真似るんじゃなくて師匠が何を求めたかっていうことをしっかり把握してそれを求めるにはじゃあ何をしたらいいかっていうその往復運動しなきゃいけないんですねでまあ僕らも神様の弟子なわけですねのクリスチャンだとしたらキリストの弟子なわけですよだとしたら神の心を自分の心とするっていうことをすごく求めていく必要があると思うんですで、これがまあゲハジの失敗から我々が学べることで であの立光ンという、まあ、アメリカの牧師がねあのよくメッセージで使う言葉に「ハートトランスプラント」っていうのがあるんですよ。「ハートトランスプラント」っていうのがあってハ、えートトトラランンスプっってていうのがあこれは心臓移植っていう意味なんだけどで、えー、と我々はその霊的な心臓移植をしていただく必要があるよ っていううことをよよく言うんですよねでそれはその神の心を自分の心に移植してもらうってことですね。でこれをやっぱりあのゲ,ゲハジはすべきだったしエリシャの心をこそ、えー、彼、ね、ゲハジは自分の心とすべきだった。そしてもっと遡れば神の心を自分の心とすべきだった。それに失敗したのがゲハジという人なんですよね。だからまあ僕らもその表面的なことだけをこう学んで、えー、神の心を学べなかったら。 あやっぱりこう何ていうかあのー、キリストの弟子とは言えないってことになっちゃうからでまさにマタイ25章に「えー、私はねあなたの何において奇跡を行いました説教しました多くの人をね神に導かしたどうだ」って言った時に「いや私はあなたのことを知らない」と言われる人たちのことが書かれてるわけじゃないですか。でそれっていうののはキリストの心を 自分の心にするという一番大事なことをしなかったからだってことになるんで、まあ、ここって本当に大事なことなのかなと思います。ということで、えー、今日ちょっと長くなっちゃいましたけれども、死の心を自分の心をするというタイトルでお送りしました。最後まで聴いてくださってありがとうございました。それではまた次回の動画及び音源でお会いしましょう。さよなら。